ブルターニュ公爵城は、フランス南都にある広大な要塞城。現在南都は、ロワールアトランティック圏の一部であるが、1941年に分離されるまでは、歴史的に、ブルターニュの一部であった。城は、ロワール川の右岸に立ち、昔は周囲に堀が巡らされていた。1207年、当時のブルターニュ公、ギード・トゥアルによって建造された。 1466年に再建された。13世紀から16世紀までブルターニュ公の住居であり、1532年以後はフランス王家のブルターニュでの居城となった。城は1840年、フランス文化省によって歴史的建造物のリストに加えられた。1990年代より、南都市は綿密な修復計画を進め、 なんととブルターニュの歴史的象徴として、かつての栄光をこの場所に取り戻すべく補修を行った。工事には15年かかり、一般公開を3年間中断し、2007年2月9日に再公開した。現在は人気のある観光地となっている。修復された大建築物には、城の32部屋を備えたなんと歴史博物館が含まれる。 要塞化された城壁の周囲500メートルを歩くと、木内の建築物全てを眺められないが、町の機能を備えた中庭を見ることができる。入り口、ありがとうございます。